谷川俊と澤田博之です。はい、ということでね、澤田さん1回目なんですけれども、はい、僕ね、海外ドラマにハマってます。ああ、いいですよね、海外ドラマ。面白いですよね。ちょっと今日一緒にやってもらってもいいですか。ああ、いいですよ。やりましょう、やりましょう。ぜひやりましょう。ありがとうございます。じゃあ、早速かましてやりましょうよ。影尾さん。あげよ。ん？いや、名前。名前？いや、だから、影尾じゃなくて、あげお。あげお？ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。失礼しました。まあ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 、誰にも間違いはある。ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ、もう一回気を取り直して、ちゃんと行きましょう。影尾さん。あげお。ん？いや、だから名前。名前？で、なんでいきなり英語になったの？え？あげお。え？作業なんて名前、聞いたことも名乗ったことも一度もないから。ああ、そうそうそう。ごめんなさい、ごめんなさい。たんたび失礼いたしました。しっかりしてくださいよ、本当に。もう一回、ちゃんとね、今度こそ気を取り直して。かましてやりましょうよ、ハゲオさん。あげよー。え、さっきから何なの。え、ハゲオってね、それね、ただのハゲてるおっさんじゃねえか、お前。おい、見ろよ、これ、髪の毛。めっちゃくちゃ臭なんですけど。え、なんだよ、さっきから人の名前間違えて。そう。それ、それなんですよ。あのね、僕ね、人の名前覚えるのがすっごい苦手なんですよ。いや、相方の名前ぐらい覚えようよ。なんでね、ちゃんとね、こう、人の名前覚える人はなんかないですかね、マギオさん。いや、あげろ。いや、マギ言ってねえわ。え、あのね、人の名前っていうのはね、顔とセットで覚えるんですよ。顔とセットで。そうなんですよ、ほら。チンパンジー。誰がチンパンジーだ。え、この顔のどこがチンパンジーなんだよ。このあたり。いや、指さすんじゃないよ。え、これでもね、平成ジャンプの八乙女光くんに似てるってよく言われるんですから。今世紀最大のジョーク。いや、かましいわ。え、アプリでもね、そういう風になんか出るんだよ。いや。え、もう起きるですよ。いや、寝言じゃねえわ。あ、なんなんだお前。お前はよ、小島よしおみたいな顔しやがってよ。おいおい、いくらなんでも松島が言い過ぎなの。いや、言ってねえわ。え、どうやって聞き間違えたら、小島よしおが松潤になるんだよ。え、すぐ天狗になるんじゃないよ。天狗も戻って。はい。いい？だからね、人の名前っていうのは、顔として近いな、え、ソーシャルディスタンス。オーケー、社会的距離ね。そうなんだよ。え、まったく。オーケー、オーケー、だから最近。だから、人の名前っていうのはね、顔とセットで覚えるんですよ。そうしたら、覚えられるって聞けよ！え？なんなんだよ、さっきから人の話全然聞いてないし。あのさ、澤田さん、人の名前覚える気あるちゃんと、もちろんありますって、田中さん。全然違うじゃねえか。どうも、ありがとうございました。